またファウル。さあ6球目は何か。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。そうですね、バッターのために走るなら早めがいいというのはありますけども、ただここは左ピッチャーなんでやりにくいのかもしれませんね。なるほど、そうですか。アウトロー外れます。平行カウント、打ちました。サード取った。二塁送球アウト。ここは二塁をアウトにしています。イーグルス、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手のウセニッツ。打順は2番、ソト。今日は2つのフォアボールを選んでいます。ゲッツー崩れでランナー残りました。弾き返した打球はセンターへ。センター掴んで2アウト。さあこの終盤、一塁には追加点のランナーです。バッターボックスにはオースティン、そして一塁ランナーは打ちました、浅村。一塁へ、一塁アウト、3アウトです。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。8回終わって6対3、 DeNA ベイスターズがリードしています。さあ最終回、横浜スタジアムが歓声に包まれました。最後を締めるのはもちろんこの人です。ベイスターズの守護神山崎、声援を背負っての登板となります。これから9回、イーグルスは代打を送ります。バッターボックスには代打の藤田。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。振ってきませんか。はい、高めストレート外れてボール。変化球わずかに外れました。打球はセンターへ。センターが取りました。打順はトップに帰って茂木。今日は盗塁を1つ成功させています。ワンアウトランナーありません。さあ守護神山崎がイーグルス打線の前に立ちはだかります。小宮山さん、どうでしょう、ピッチャーの状態は。今日のピッチング期待できそうですよね。なるほど。さあしっかり締めてもらいましょう。入れてきました。改めてお聞きします、この茂木、バッターとしてはどういう。インサイド落ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには2番鈴木。今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。これが1球目。インサイド外れます。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。彼はクイックが速いですから、ランナーは迂闊に走れないでしょうね。なるほど、そうですね。高めのボール、このフライはどうだ、落ちるか。ライトが取りました。2アウトです。
さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、やはり長打は避けたいですから高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになります。高めのボール打ちました。センターへ打球伸びる。外野フライ掴んでアウト。これで3アウト。試合終了です。試合を制したのは DeNA ベイスターズです。西さん、非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたんじゃないでしょうかね。そうですね、展開としてはね理想的でしたからね、チームとしてもいい勝利だったですね。そのいい流れ明日も期待しましょう。勝った DeNA ベイスターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のイーグルスですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで横浜スタジアムから失礼いたします。